します。ガボです。これからちょっと参拝をしてですね、あの島並みを楽しもうかなと思っています。すごいな。これなんですかね。祭館。だったら島並公園に来てみましょう。おでっけえな。で彼ヒラメあれ。わかんない。あマハタ、マハタいるんですか。マハタ。おお、こん中おるんかな。これタイだね。特産品コーナー。おお、四万十青さ。こうしそうっすね。やっぱ博多っすね。塩多いっすね。これ愛媛のお酒とか飲みましたけど美味しかったですね。鯛めしは有名ですね。鯛めしうまいんじゃないかな。ここ限定らしいですね。あレモン系多いですね。あこれあれこれ初めて見た。これ東京だと売ってないですね。ここら辺ね。美味しそうだな。タコサル、タコサルです。食べます。タコのエビチリみたい。タコうめえな。塩ソフトを買ってみました。そんなに塩味はないですね。マックルコーンだし、最後まで入ってて超美味しいですね。玄関かなり広いお部屋となっております。こちらが下駄箱ですね。お部屋の方はですね3つの旅館を取っていまして、まずはベッドルーム寝室ですね。大きいですね。背が高い方も十分に寝られるベッドです。そしてお部屋はあとあこちら広いですね。はい、キャボです。はい、広い洗面台、そしてバスルームは、はい、ああいい匂い。バスルームはこのような形で、はい、とてもいい香りですね。はい、とても広いお部屋です。はい、おトイレはどうでしょうか。トイレもですね。すごく凝ってますよね。折り紙、そして男性用、ちょっとここなんか味気ないですけど、あでもすごくねゆっくりできると思いますよ。やっぱりユニットバスですと辛いんですよね。なんかね気持ち的にね。いいですね。わあマジか。あこんなに広い部屋取っちゃったんか。はい、角部屋でさらにめちゃめちゃいいお部屋でした。なんか一人で使うの申し訳ないな。なんかね、はい、8階なので、割と高めの階層ですね。一応コンセントとか確認しましょうか。
広いお部屋は1個と、あとこっちにもあるのか。こっちは2個口です。ああ、コンセント少ないね。コンセントがね。1、2なんで。あの、延長使ってコンセントをあの拡張しないとダメですね。やばやばっすね。はい、というわけで、まずはちょっと旅館のご紹介をしたんですけれども、どういう旅館なのか、あのすごく興味があった方に対しては絶対面白いコンテンツだと思ってちょっと奮発をしちゃいました。はい、いかがだったでしょうか。こんなに柔らかいとは。やりおるは最初に軽く焼いてから蒸して脂っこさを抜き、それをもう一度炙って香ばしさを出しているのか。そうですね、あの僕の動画を見てファンになってくれる方が最近すごく多いんですけど、そういった方に対してこれまで通りあの自然な、あの作らない自然なままで面白いものであったり感動するものであったり、そういったものを届けたいなって思ってます。どうもギャボです。ようやく東京、あれ東あれ東あれ、ここ富山っすね。あれ都市かあってねえな、これ。あっちゃったー。